Hello and welcome back to another episode of Persona 5 Scramble. And we are going to be going back into the Shibuya jail. 何にしようか。味見なら任せろ。いいんじゃないか。完成だ。いい仕上がりだ。おお、いいな。うんうん。悪くない。これにするのか。作るか。味見なら任せろ。役に立つぞ。どれを売る？それでいいか？誰のにするんだ？どれにするんだ？これで装備するか？役に立ててくれ。これで装備するか？役に立ててくれ。Okay, because I'm pretty sure those are the characters I'm gonna take in. 誰のにするんだ？誰のにするんだ？これでいいか？装備するか？役に立ててくれ。ご利用サンクス。これで装備するか？お買い上げだな。これで装備するか？お買い上げだな。これで装備するか？役に立ててくれ。誰のにするんだ？どれを売る？いくつ売る？それでいいか？いくつ？それでいいか？それでいいか？いくつ？それでいいか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 ？いくつ？それでいいか？いくつ？それでいいか？依頼はこんな感じだ。今はこれを受けてるぞ。ミッションコンプリートだ。さてと、つけておこう。よし、じゃあ行くぞ。Let's get to the point where we can send off that calling card, shall we? Oh, no, before I do that, change part. Change part. Good. Good point. 目指すは王城だ。行くぜ、お前ら。
仕事終わったらスイーツ食べに行こう。頑張った後のご褒美って大事じゃん。必要なものは揃ってる。証を使って門を開けるぞ。おお、本当に開いた。よし、一気に突っ込もうぜ。待て、この先も魔王の腹心が待ち構えているはずだ。厳しい戦いになるだろう。慎重に進むぞ。また四天王みたいなのがいるのかな。安心してくれ、パーサー。我が輩、お前結構入り込むタイプなのな。よし、行こう。
頼む。任せろ、ペルソナ。なかなか強かったぞ。王城に潜入したら、一準備はできてるか。よし、行くぞ。So I would imagine you'd have to send a calling card first. I don't think this is the, It might be. Could be wrong, but I don't think it is. 無事に潜入できたな。この調子で行こう。Well, this definitely looks like we were using some, assets from Kamoshida's castle.
消し出せ。完全に直撃。ボクス調子いいな。決まったな。ボクスグッジョブだ。任せるぞ。大丈夫、そこなら気を抜けるかも。今魔王城のどのあたりかな。まだ中階層ってとこ。上まではもうちょいかかる。そこを動くな。見つけたぞ。中身は見てのお楽しみ。中身は、ほっほう、これはいいな。お、気になるものがあるな。いける、好きなタイミングでいいからな。正体を見せろ。よし、ここにだ。やってしまうよ。あと少しだ。一気にやって。あれ、終わったのか？あっけないな。うん、次も頼むぞ。うん、まあまあ。されたな。もうちょっと慎重に。もう少しで最上階だ。みんなあと一踏ん張りだぞ。行け。みんな気力が減ってるな。ノリは禁物だぞ。やっと。どうか。了解だ。ヘルストラー、彼はもう一人の俺だ。気をつけろ。これだな。ソラ、こんな感
先に投げたら効果的かも。お見通しだ。その調子でガンガンやっちゃえ。来い、アルセール・フェリアンドロフィシャーチャアンドロフ。フェリソナいただいていく。追撃するぞ。ジョーカーの追撃がヒット。電撃が弱点だ。標的だから気をつけろ。うまい。このまま行こうぜ。切られ。感謝するぞ。ケリスマ、うまい。敵の攻撃力が上がってる。まともに食らったらヤバいぞ。やつは俺が引き受けた。フォックスのスキルがヒット。今のは良かった。フォックスがヘロヘロだぞ。任せるぞ。よし。火炎が効かないし、こいつ強敵だ。来い。慎重に行け。新たな力を得たようだ。Please boost. We can get rid of please. Hanno ないな。この辺りは平気みたいだ。気力が足りない。いざという時に困るかも。研ぎ澄ませ。チェッ。I realize everybody's stamina was kind of low, but I'm hoping that this should be the end. Perhaps there's going to be one more battle. この鳥かご、渋谷の時と同じね。で、夏目の野郎がこん中でふんぞり返ってやがんのか？早速ご対面と行きたいところだが、ソフィー、どうだ？また鍵がかかってるな。誰かが触れて心の声を聞き出す必要がある。じゃあ今回はスカルお願い。は？なんか痛そうだし、ソフィーにやらせるのはかわいそうだと思って。俺ならいいのかよ。スカルはほら頑丈だし。一度感電済みだしな。適任だ。はあ、地味に痛えんだぞこれ。後でラーメンでもおごれよ。私なら大丈夫だぞ。いいんだよ、ここは俺に任せとけ。ありがとうスカル。まったく大した実力もない若造が。まあまあ、これも我々のためですから。やはり何か聞こえてくるな。この声に関することが夏目暗号の心の傷ということ。多分この会話の内容からトラウマを負った場所を特定すればいい。アリスにとっての囚人学園みたいな場所ってことね。とにかくもう少し聞いてみよう。必ず手がかりがあるはずだ。編集長、少し声を抑えてください。もうだがね、愚痴の一つも言いたくなるよ。あの打文を読まされる身にもなってくれ。熱意はありますけど、それだけじゃねえ。才能は遺伝しなかったようですね。あー、すいません、ガトーレコーヒーをもう一杯。はい、かしこまりました。まあ、せっかく捕まえた金のなる木だ。逃がす手はないからな。編集長も人が悪い。
どういうことだ。やっぱ痛えじゃねえかこれ。だがおかげでかなり声は聞けた。話はよくわかんねえけど、場所は喫茶店か。あ、ガトーレコーヒーと聞こえた。ガトーレってチェーンのカフェだね。でも仙台駅の周りではあんまり見かけなかったかも。こっちじゃ数が限られてるなら探し回る手間が省けそうだな。とにかくこれでトラウマ部屋のヒントもゲットだ。とりあえずジェイル出てガトーレコーヒーっての探してみっか。And that's where we need to go next. We're going to go ahead and take care of the key boss.And that's probably where this is going. よし、ガトーレコーヒーの調査を開始する。まずはこの辺に何店舗あるかだ。ガトーレコーヒーだな。仙台駅の付近には一つしかない。調べるの早っ。ここから少し歩くけど、私が目的地まで案内する。すごいねソフィア、ナビゲーションが板についてる。はあ、いつもナビやってる私の立場が。なんだその唐突すぎるフォロー。適材適所というやつだ。双葉には双葉にしかできないことがある。確かにお稲荷みたいな変態キャラは誰も真似できないな。誰が変態だ。じゃあとりあえずその喫茶店まで行ってみね。そうだな、出発するぞ。 OK、 任せろ。ここね、ガトーレコーヒー。コーヒーの香り漂う普通の喫茶店だな。本当にここで合ってるのかな。キーワードを入れてみるしかねえな。じゃあ行ってみよう、トラウマルームへ。トラウマルーム?たった今私が名付けた。トラウマ部屋ってのもなんか言いにくい。何でもいいから早く行こうぜ。ここに鳥かごを開く鍵があるはずだ。キーワードは覚えてるな。無論だ。キーワードはプリンスオブナイトメア。渋谷の時と同じだな。
ここに夏目のトラウマが。一体何があった？あそこだ。本当に良かったんですか？あんなクオリティで大賞なんて。夏目暗号、毎度応募してきますけど、万年一時落ちのヘボ作者じゃないですか。中身もテンプレ丸出しのダサく、他の候補の作品とは雲泥の差ですし。なんだって。この声、夏目暗号か。嘘だ、彼らは僕を評価してたんじゃ。いいんだよ、彼はあの文豪夏目漱吾の孫だぞ。売るためには話題性が重要なんだ。どうせ中身なんざ誰も気にしないさ。本人は自分の実力で取ったと思い込んでいるようだがな。自分の実力もわからないなんて本当に哀れな男ですね。違う、僕だって必死に。ま、俺たちに大事なのは数字だけさ。せいぜいうまく利用して甘い汁吸わせてもらうとしよう。それで売れれば本人も文句ないだろう。こいつら来るぞ。才能のない若。こいつ渋谷の時の。気をつけろ、前のやつとは持ってる武器が違うぞ。行くぞ。敵の攻撃が来る。奪え。みんな備えて。出ろ。炎上してる敵がいる。真空が白熱で追撃だ。Our gun is down.リサメンの七光にすがってろ。実力も才能もないんだから。ワープでドローンして攻撃。I might have to do this again. ソラ、もしかしてちょっと違う。少なくともマチェットナイフは使わないぞ。了解だ、共に行こう。ヘルソラ消しなせ。ラッセに引っか。フォックス、あ、邪魔だ。はっ、受けてみろ。奴は俺が引き受けた。こいつ強いぞ。氷結で弱点をつくんだ。ペルソナオエモン追撃するぞ。リゾーフォックス。うちとカメの野郎は気に食わねえが、こいつらに利用されてたってことか。うん、ちょっと内装。あれはもう一人の俺だ。内容じゃなくて肩書きで選ばれてるのか。作家なんてのは使い捨て。覚悟の俺たちが儲けるための道具さ。頼む。聞いてる限りろくでもない編集だってのは間違いないが、奴の苦悩も葛藤も俺は理解できる。だからこそこのまま放っておけ。役に立つぞ。Okay, apparently I've had the cover for revival the entire time, I didn't realize it. Arigato! Excuse it! Persona! What is it? 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 What is it?あいつ休めないか。オレモンス、もう気力がないぞ。無理するな。助かった。そこがナイス追撃だ。ソフィー、こんな感じか。出てこい。行け。決まったな。決める。さよならだ。大したものだな。邪魔だぞ、パワーチャージ。
な。追撃するのが早いですね。連続で攻撃を受けないよう注意して。オーケー、回避行動を優先する。テリスだ、奪え。あとは俺だ。ジャスティンでヒット。ガタジョーカー歩け。感謝感激だ。強敵だ。弱点の呪音属性で攻めろ。来い、切らえ。病んでるだけでイラつくんだよ。ああ、あいつ追撃を狙ってるぞ。突進を受けないように注意だ。頼んだぜ。任せろ。追撃するぞ。彼はもう一人の俺だ。フォックスのスキルがヒット。オッケー。ナイス追撃だ、ソフィー。まだまだいけるぞ。ぶっ飛ばせ。あとは俺が。邪魔だぞ。こいつ怖い。気をつけろ。頼んだ。うん、任せろ。我が決意の証しを見よう。銃を示せ、ドロー。チェーンス。程度の低い作品で恥ずかしくなかったのかね。おいおい、今の攻撃めっちゃ速くなかったか。でもその分隙も大きいみたいな。攻撃の後を狙ってみましょう。ありがとよ。ここ、はい、出てこい。やるぞ、召喚。ちょっと痛いぞ。やつは俺が引き受けた。こいつ強いぞ。強烈で弱点をつくんだ。任せるぞ。よし、行くぞ。奪え。弱点に引っか。俺も見習おうとしよう。受けてみろ、パワーチャージ。任せろ。やったぞ、トラウマルームの門番を撃破だ。よし、これが心の成長か。すごいな。次の活躍が楽しみだ。我が輩を頼ってもいいぞ。やれやれ、片付いたか。これで鳥かごの中に入れるな。さっさと突っ込もうぜ。でもさっきのって、夏目暗号が大賞を受賞したのは実力ではなく、編集者が祖父の名を利用するためだった。やはり奴の小説には裏があったようだ。でも本人悪くないんじゃない？何度も応募して努力してたみたいだし。それが実を結んだと思ったらあの言われようだ。プライドはズタズタだったろうな。編集さんたちもひどいよ。実力不足を認めてるのに話題性だけで受賞させるなんて。だがそれが悪事に手を染めていい理由にはならないけどな。俺には奴の気持ちが少しだけわかる。フォックス、盗作まがいの作品で名声を得て、偽りの美談で大衆を煽り、そればかりか戒心の力を使い他者を洗脳までして共有。奴が今しているのは許しがたいことだ。愚かとしか言いようがない。それでも
夏目が長年陰で努力していた事実に変わりはない。創作は孤独であり、その孤独と戦うのは本当に苦しいものだ。そして結果が出せなければ誰も評価などしてくれない。この報われぬ暗く惨めな時間は永遠に続くとさえ思えてくる。俺は一つ間違えば奴のように醜悪な姿を晒していたかもしれない。お稲荷、俺にはみんながいた。だから道を誤らずに済んだ。だが奴には誰もいないらしい。虚飾の栄光に意味などないことは奴自身が一番よく分かっているはずだ。しかし今は本当に書きたいものから目を背け、盗作まがいの小説を執筆し続けている。誰かが目を覚まさせてやらねば。今回は随分燃えてるな、お稲荷。創作に生涯を捧げようとする者として奴は放っておけんからな。さあ行こう。予告。Okay, got our context. It's time to prep our calling card. んじゃ、あとは予告状だな。ああ、夏目本人に願いが奪われると自覚させ、物質化させる。予告の方法も決めないとね。確実に本人の目に触れさせるには。本人に顔を覚えられてるからな。受け取らせるのは無理っぽい。何かいい手は。どうかしら。私ちょっと行ってくるわ。よう坊主、どうした。そうか、お母さんとはぐれちまったか。心配さ。あれは善吉じゃないか。おっさん来てたのかよ。おう、俺だ。迷子がいてな、至急保護を願いたい。場所は。ああ、公安が迷子ごときで出られねえだと。ふざけんなてめえ。それともなんだ、自分の子でも放っとくってのか。子供が泣いてら大事件だろうが。って、おい、なんで逃げんだ。おい待て、俺は怪しいものじゃねえっての。不審者と思われてるぞ。たく、あのガキ世話やかせやがって。何も逃げることはねえよな。なあ、ロン毛だしヒゲだし声でかいしおっさんだし仕方ないな。だからおっさん言うな。だが、いいところに来てくれた。善吉の意見も聞かせてくれ。いいぜ、俺たちは協力関係だからな。夏目のジェイルは確認できて、もう一歩というところなの。だけど予告の方法で悩んでいて。予告？ああ、渋谷の街頭テレビで流れたあれか。ああいう派手なのはもうやめとけよ。何度も放っておくほど警察もバカじゃねえぞ。たとえ人助けとはいえ、法に触れるような真似は控える。大人の正論。伊達におっさんはおっさんじゃないな。お前、おっさん呼びやめる気ねえな。まあいい、とにかくもっとシンプルな方法を頼むぜ。
予告状を確実に読んでもらえればいいんだよね。あの人が来る場所を先に知っておければ仕掛けておくこともできそうだけど。だったらうってつけのイベントがある。駅前の本屋で夏目がまたサイン会をやるらしい。そこなら間違いなく夏目が現れる。サイン会は開店と同時朝の10時からだ。わ、行けそうじゃね。夜中にでも本屋の中に仕掛けとけや。おい、さっきの話聞いてたか？そこでおっさんの出番だ。あ？そうそう、私たちじゃもし見つかったら捕まっちゃうし。俺だって捕まるわ。できねえの？警察って意外と権力ねえんだな。てか、協力する取引だったよね。大人が約束破るのか？うん、お前ら。よし、決まりだな。では俺は予告状の準備に取り掛かろう。ああ、頼むぜ、ゆうすけ。それから、善吉もな。やり方はお前に任せるぜ。マジで、俺がやんの？よく聞け。So that's where we're going to cut things off for this recording, because of course we have our calling card. And if I send that now, this episode's going to end up being like 2.5 hours long. So probably should stop here for this recording. So I'm going to go ahead and do that. Thank you very much for watching, and until the next episode on YouTube, I'll catch you in the next one.